シュマディア軍は、セルビア中央部の軍。軍長所在地はセルビア第四の都市、クラグイエバツ。軍名はこの地域の古くからの名称で、スーマドイジャという語そのものは、スーマに由来する。軍には6つの基礎自治体と、クラグイエバツ市がある。軍長所在地のクラグイエバツのみが市で、残りの5自治体はオプシティナである。市は、ボイボリナ自治州、旧コソボメトヒア自治州を含めると、 セルビア全土に24存在し、より強い自治権を有する。オプシティナは、日本の町、村に相当する。また、これとは別に規模の大きいクラグイエバツ市は5つの都市区、グラトスカ・アプスティーナ、A、シティ・マンセパラティスに分けられている。2002年の国勢調査による、クラグイエバツ近郊には、13世紀のディボスティン製、新序福音教会や、 1389年のコスボの戦いの頃から現存すると伝えられる聖ニコラ修道院、建造年不明のドラチャ修道院など多くの中世の修道院が見られる。1833年にはサバ川及びドナウ川へなんで最初のセルビア語学校であるクラグイエバツ第一ギムナジウムが設立された。しかし第二次世界大戦における惨劇によりこの学校は 悲劇の象徴として知られるようになってしまった。セルビア全土への見せしめを目的として、1941年10月21日、ナチスドイツは7000人の市民をその日のうちに殺害した。その中には300人の児童と18人の教師も含まれており、うち15人は8歳から15歳の子供であった。シュマリツへの記念公演にはこれらの生徒と教師の 慰霊碑が建てられている。ありがとうございます。